やっほ、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。今回は両生類について解説していくのだ。メタンは身近なもので、両生類といえば何か思い浮かぶ？そうね、身近にいる両生類で思い浮かぶといえばカエルやイモリかしら。両生類は水の中でも陸の上でも生きていけるのよね。そうなのだ。両生類は水生と陸生の両方に適応した生物で、非常に興味深い特徴を多く持っているのだ。私たち哺乳類と全く違うのはイメージできるけど、似たようなイメージの爬虫類のような他の生物とどのように違うのか知りたいわ。この動画を見れば、両生類とはそもそもどのような生物で、一体どんな特徴があるのかがわかるのだ。楽しみだわ。まず、両生類とは具体的にどのような生物を指すのか、まずはその定義について説明していくのだ。お願いします。そもそもなぜ両生類という名前で呼ばれるようになったのか。それは、両生類は学名でアンフィビアというが、これはラテン語で両方の生活という意味なのだ。これを和訳して日本では両生類と呼ばれているのだ。両方の生活というのは水と陸のことかしら。その通りなのだ。水中と陸上のことを指している。両生類は幼体の時は水中で生活し、成体になると陸上で生活をするようになるのだ。つまり両生類とは水中と陸上両方の環境が必要な生物という意味から名付けられたのだ。そっか、両方で生きていけるというよりは両方の環境が必要ということなのね。水陸両用なんてお得ねと思っていたけど、ちょっと考えを改めた方がいいのかも。生物の分類は輪廻式階層分類をもとに分類されている。スウェーデンの生物学者だったカール・フォン・リンネが構築した分類方法なのだ。輪廻式階層分類では、階、門、戸、目、科、属、種の階級が定められているのだ。ちなみに人の分類は何ていうの？ホモサピエンス、つまり人の場合は動物解析作動物門哺乳綱サル目ヒトか人属に分類されている。両生類とは分類学的には動物解析作動物門両生綱に属する生物を指すのだ。では両生類には具体的にどのような生物が属しているかを見ていくのだ。両生類は動物解析作動物門両生綱に属する生物であるとさっき説明したけど、両生綱の中には有尾目、無尾目、無足目の3つの目が存在しているのだ。ふむふむ。有尾目はイモリ科やオオサンショウオオカを含む10科に約670種が属している。無尾目はアマガエル科やヒキガエル科のようなカエルの仲間が属していて、これまでに6579種が発見されている。無足目はアシナシイモリ目とも言われ、ミミズのような外見をしているのだ。これまでに約170種が知られている。それぞれたくさん発見されているのね。そして両生類としばしば間違えられるのが爬虫類なのだ。イモリとヤモリってどっちが両生類でどっちが爬虫類だったかをいつも忘れてしまうのよね。ややこしいのよ。爬虫類は今からおよそ3億9千万年前に両生類から進化の過程で派生して確立された生物なのだ。だから実際に形態的に類似していて当然なのだ。そういうことなのね。ただ幼体は水生で成体は陸生である両生類に対し、爬虫類は生涯陸生という点で大きく異なるのだ。両生類と爬虫類の中間型の生物がいてもおかしくないように感じるわね。そうなのだ。しかし原生の生物の中にはそのような生物は存在していない。しかし古生代には爬虫類と両生類の中間型の形態を持つ生物が存在していた。古生代に生きていたと考えられるシームリアという生物の化石が発見されているのだ。次は両生類の形態的生理的な特徴について見ていくのだ。変わった特徴がありそうね。両生類は生涯の中で水中から陸に生活場所を移すという非常にユニークな生物なのだ。だからその形態的生理的な特徴も非常に興味深いものなのだ。それは楽しみだわ。両生類は成体になると水生から陸生に移行するけど、この間に問題になってくるのが呼吸法なのだ。確かに、どうするのかしら。僕たち人を含む哺乳類のような陸生の生物は肺で呼吸を行っている。そうね。一方で魚類のように水生の生物はエラで呼吸を行っている。となると両生類が気になるところね。両生類は幼体の時は水中でエラ呼吸を行い、成体になると肺呼吸に切り替えて呼吸を行うのだ。ただ
両生類の肺は単純な構造をしているから全呼吸量を補うことはできないのだ。じゃあどうするの？実は両生類は皮膚呼吸によって呼吸量を補っている。全呼吸量の半分から3分の1ほどになっていると考えられているのだ。皮膚呼吸、予想外だったわ。皮膚呼吸というと体の表面でガス交換を行う呼吸法のことなのだ。なるほどね。湿度がある程度あれば陸上でも水中でも皮膚呼吸が可能なのだ。よく考えたらとてもすごいシステムね。両生類の表皮細胞間には粘液腺が多く存在しているため皮膚は粘液で覆われているのだ。だからカエルはヌメヌメしているのね。この粘液は皮膚を保護する役割があるが、毒性の成分も含まれていて捕食者から身を守る役割もあるのだ。特にヤドクガエルというカエルの毒は非常に強力であることで知られているのだ。あのヌメッとした感じがちょっと気持ち悪いわ。皮膚には浸透性があり皮膚から水分を吸収することができる。だから僕たちのように水分補給をする必要はないのだ。へえ、お水飲まなくていいのね。一方で体内からも水分が出ていきやすいため保水能力は低く乾燥に弱い性質がある。鱗を持っていない点や角質化していない点も乾燥に弱い要因となっている。だけど皮膚呼吸を行うためには都合がいいのだ。一長一短という感じね。ところで色が変わるカエルはいなかったかしら？よく気がついたね、メタン。両生類といえば皮膚の色を変化させることでも知られているのだ。両生類は表皮下の色素胞を変形させることで周囲の色に合わせて体を変色させることができるのだ。それって面白い性質ね。どうして色が変わるの？一つにはカモフラージュという理由があるのだ。環境に溶け込む色に変えれば捕食者から身を守ることができるのだ。私たちが迷彩柄を着て森に溶け込むのと同じね。もう一つは温度調節。これは後で詳しく説明するのだ。そしてユニークな理由としてはコミュニケーションとして使う点なのだ。え、コミュニケーション？例えば繁殖期にオスがメスを引きつけるために鮮やかな色に変わったりする。あとは他の個体に威嚇のサインを送ったりするのだ。なるほどね。色は口ほどに物を言うなんてね。正しくは目は口ほどに物を言うなのだ。哺乳類や鳥類は周囲の気温が低下したとしても体温は一定に保たれる。私たちってそうだものね。そのような動物を高温動物というのだ。一方で両生類は周囲の気温が低下すると体温も同じように低下する。このような動物を変温動物というのだ。理科で習ったのを覚えているわ。両生類は冬の時期は体温が著しく低下し活動能力も低下してしまう。そのため冬の間は地中や石の下など温度が下がりにくい場所で冬眠するのだ。さっき話した体の色を変えられるっていう特性はこの変温にも役立つのだ。どういうこと？体を暗い色にして熱を吸収しやすくし明るい色で熱を反射しやすくする。そうやって気温に応じて体色を変えることで体温を適切に保つようにしているのだ。なるほどね。ちなみに爬虫類や魚類はどうなのかしら？どちらも両生類と同じく変温動物なのだ。爬虫類はそうかなと思ってたけど魚類もそうなのね。哺乳類や鳥類の心臓は二心房二心室で心室が2つの部屋に区切られている。しかし両生類の心臓は例外もあるが基本的には二心房一心室なのだ。私たちとは根本的に違うのね。哺乳類と同じように体循環と肺循環の区別はある。だが心室が一つしかないから動脈血と静脈血が心室で混合してしまうのだ。つまり純粋な動脈を全身に送り込むことはできないということなのだ。もしかして両生類の呼吸の説明で肺呼吸だけで全呼吸量を補うことはできないと言っていたけれど、それはこのことが理由なのかしら？その通りなのだ。一方で両生類は皮膚呼吸も可能であるため体循環の中でもガス交換が行われるのだ。なるほどね。動物が摂取した炭水化物やタンパク質などの代謝によって二酸化炭素や水、アンモニアなどが生じる。このアンモニアというのは動物にとって毒性が高いことが知られているのだ。私たちのような哺乳類はアンモニアを尿素に変えて尿として排出しているのよね。一方
両生類は幼体の時はアンモニアのままで排出している。成体になると尿素に変えてから排出する種もいるようなのだ。しかし成体でも主に水中に生息する種はアンモニアのままで排出し、排出物を濃縮する能力がないのだ。つまり両生類は生息環境によって窒素代謝が異なるわけね。そういうことなのだ。両生類の繁殖形態は種によって様々なのだ。陸上や地中などで産卵する種もいるが、両生類は基本的には水中に産卵する。また受精過程は様々で、無尾目は水中で体外受精が行われる。有尾目はオスが精胞をメスに渡す形で行われる体内受精なのだ。精胞って何？初めて聞いたわ。精胞というのはオスが自分の精子を詰めたくだ状のものなのだ。無足目は外部生殖器を持っているため交尾によって受精する。卵は鳥類や爬虫類のように殻はなく、ゼラチン質に覆われているのだ。あの卵もまた見た目がちょっと苦手なのよね。ところで両生類はいつどのような過程でこの地球上に出現したんだと思う？気になるところよね。もともとは水中に生息していた生物が陸上に進出する過程で、脊椎動物として初めて陸上に適応したわけだ。両生類の出現は非常に重要だったはずなのだ。そうね、間違いないわ。脊椎動物が陸上に進出する前に、まずは魚から四肢動物への進化があったのだ。四肢動物は今から約3億6000万年前に肉鰭類から進化したと考えられている。肉鰭類ってどんな生物なの？肉鰭類というのはシーラカンスやハイギョのような甲骨魚類が属しているのだ。シーラカンスね。ただこの時代の化石が非常に少ない。だから肉鰭類からどのように四肢動物に進化したかは明らかになっていないのだ。とっても気になるポイントなのに。現在発見されている最古の四肢動物としてはイクチオステガやアカントステガが知られている。これらの生物はデボン紀の後期に生息していたと考えられているのだ。そうなのね。しかしこの頃の四肢動物は水をかくために四肢を用いて基本的に水中に生息していたと考えられている。形態的にも体表は鱗に覆われていて魚類に近かったようなのだ。確かにシーラカンスって四肢動物というより魚だと思っていたわ。そして石炭紀になるとまた様子が変わってくるのだ。この頃には陸上生活に適応した四肢動物が出現したと考えられている。その例としてペデルペスが挙げられる。初めて聞いた名前だわ。ペデルペスなのだ。ペデルペスは足のつま先が前方を向いていたから歩行に適した四肢を獲得していたとされているのだ。足を使って移動できていたのね。しかもペデルペスはおそらく肺で呼吸していたと考えられている。これは陸上生活への適応の一環と考えられているのだ。両生類に近づいてきたね。その後は世界中の淡水系に多種の両生類が繁栄したが白亜紀前期に絶滅したと考えられているのだ。あら、残念ね。現在僕たちが見ている両生類の系統はどうなっているかを見ていこう。とはいえ実は現生の両生類である無尾目、有尾目、無足目の起源はよくわかっていないのだ。図工、失礼、取り乱したわ。ただ約2億9000万年前のペルム紀に原生の両生類の特徴を合わせ持った生物がいた。ゲロバトラクスという生物の存在だけはわかっているのだ。まだまだ調査が必要な事項なのね。ところで視聴者の皆さんは両生類が世界的に絶滅の危機に直面していることを知っている？そうなの。現在世界の両生類の3分の1の種が絶滅の危機にあると言われているのだ。両生類は未だに発見されていない種がまだまだ多く存在していると考えられている。このデータは2010年のものだから実際はより多くの種が絶滅の危機にあると推測されているのだ。その原因は分かっているの？両生類がなぜここまで絶滅の危機に瀕しているのか気になるところなのだ。そうね。両生類はその性質上環境の変化に弱いことで知られているのだ。どの性質がそうさせているの？両生類は陸と水の両方の環境が必要な生物で、生涯の中で生息環境を変化させる生物と説明したのだ。そう教えてもらったわ。水場と陸地の複数の生息域のうちどれか一つの生息域が破壊された場合どうなる？他にもそれらをつなぐ経路が断たれた場合には両生類の生活史が完成しないのだ。なるほど、そういうことね。
また皮膚も弱く気温や湿度に敏感であるがゆえに外部からの有害物質も侵入しやすい点も環境の変化に順応できない要因と言えるのだ。卵も殻がないから乾燥や水質汚染に対して耐性がないのだ。すごくデリケートな生き物なのね。生き残るのも難しくなってくるわけね。そんなデリケートな性質を持っているから両生類は気候のカナリアや環境のカナリアと呼ばれている。カナリア、鳥の。そうなのだ。炭鉱のカナリアという言葉を聞いたことある？あるわ。炭鉱の鉱夫が無臭の有毒ガスを見つけるために敏感なカナリアを採掘場に持ち込んだ話よね。そうなのだ。炭鉱従事者が一酸化炭素中毒を未然に防ぐために人間より有毒ガスに敏感なカナリアを炭鉱に持ち込んだ。カナリアが死んでしまったら労働者たちがトンネルから避難する合図となる話なのだ。つまり地球環境の影響を真っ先に受けるのは両生類ということで環境のカナリアというのね。そういうことなのだ。気候のカナリアと呼ばれる両生類は人間による生息地の破壊及び改変に大きな影響を受けている。例えばどんなことがあるの？例えば田んぼが駐車場や住宅になったり地面がコンクリートになったり。生息地の破壊や改変が両生類の生息環境に影響している。確かに未舗装の道は少なくなったものね。両生類は直ちに別の生息地を見つけなければ干からびて死んでしまうのだ。それは一大事。両生類は皮膚が薄いから地球温暖化による気温の上昇や乾燥には非常に弱いことが知られている。また繁殖活動が湿度や降雨の影響を受ける種もいる。つまり環境の悪化が次世代の子孫を残すことも難しくしているのだ。そうだったのね。ところでメタンは外来種という言葉を聞いたことがある？本来生息していない場所に人為的に持ち込まれた生物のことよね。よく勉強できているのだ。日本ではマングースやアライグマのような外来種が生息している。これらの動物に在来の両生類が捕食されていることも問題となっているのだ。本来両生類の捕食者が存在しなかったような地域では逃避行動をしない個体が多い。だから簡単に捕食されてしまうのだ。そうよね、逃げる必要がなかったんだもの。ウシガエルのような両生類の外来種も存在して駆除の対象になっている。え、ウシガエルって外来種だったの？北アメリカ原産の大型のカエルなのだ。当然のように存在していたから思いもよらなかったわ。両生類を脅かす病原体としてはカエルツボカビ症やラナウイルスが挙げられるのだ。病気にも脅かされるのね。カエルツボカビ症はオーストラリアやコスタリカ、パナマなどを中心に広がり日本でも確認されている。ラナウイルスは北米やヨーロッパで広がったのだ。それでどうなってしまうの？実際にこれらの病原体の影響によって絶滅した種も存在する。両生類の個体数に大きな影響を与えたのだ。特にカエルツボカビ症は世界規模で広がっている。両生類の個体激減に深く関わっていることが知られているのだ。両生類界のパンデミックが起こってしまったのね。先ほども説明した通り両生類は皮膚から酸素や水を取り入れている。しかし入ってくるのは生きるために必要なものだけとは限らないのだ。どういうこと？外部環境に有害な化学物質がまかれた場合どうなると思う？たとえそれを食べたり飲んだりしなかったとしても皮膚から簡単に体内に取り込まれてしまうのだ。そういうことね。最近では農薬散布も両生類の減少の要因として問題となっているのだ。先ほどの説明の中でちょっと話したけどカエルツボカビ症についてもう少し触れるのだ。カエルツボカビ症はカエル個体群の激減を世界的に引き起こした感染症で社会的にも注目を集めている。とても厄介そうな感染症ね。この感染症によって絶滅したと考えられているのはオレンジヒキガエルやカモノハシガエルなど複数のカエルがいるのだ。ここからはそんなカエルツボカビ症の恐ろしさと現状について説明するのだ。まずカエルツボカビ症は1998年に発見されたカエルツボカビという菌類によって引き起こされる感染症なのだ。翌年の1999年にはツボカビ門の新種として認められた。カエルツボカビはその名の通り主にカエルに感染する。まれに遊尾目に感染することもある。脊椎動物に感染するのはツボカビ門の中ではとても珍しいそうなのだ。ツボカビって名前からしてなんだか嫌な雰囲気ね。カエルツボカビは
ケラチンという上皮細胞にあるタンパク質を利用して増殖する。オタマジャクシの時は口の周りにのみに分布し、成体になるとその分布を体全体へと広げていくのだ。これはケラチンの分布の変化と一致している。カエルツボカビ症に感染するとナトリウムやカリウムのような電解質の輸送が 50% 以上抑制される。すると血液中のナトリウムおよびカリウムの濃度が減少すると考えられているのだ。どんな症状を引き起こすの？症状としては食欲不振、緊張調布の立ち直り反射の消失などが挙げられるのだ。ツボカビが増殖した表皮は発疹や視聴が見られ、脱皮頻度も高くなる。やっぱり感染したら死んでしまうの？死に至る確率は 90% 以上とも言われているのだ。とても高い致死率ね。死の病じゃない。その原因としては表皮の異常による皮膚呼吸や浸透圧調整の阻害、または心筋の毒素の吸収などが考えられているのだ。これまでに世界で約500種の両生類がツボカビ症によって個体数が減少したとされている。これは世界の両生類の 6.5% にもなるのだ。ツボカビ症が原因ですでに絶滅したとされている種は90種にも及ぶ。また124種はその個体数の 90% が失われていると考えられているのだ。もう絶滅の瀬戸際じゃない。世界の中でもメキシコや南アメリカは特に大きな被害を受けている。ただ日本を含むアジアではツボカビ症による両生類の減少は報告されていないのだ。どうしてかしら？これだけ世界に広がったカエルツボカビ症が日本に伝わっていないわけではないのだ。実際に2007年に野生のウシガエルのカエルツボカビ症の感染が日本でも確認されている。じゃあどうして日本の両生類はカエルツボカビ症による影響をあまり受けなかったのかしら？日本の両生類はカエルツボカビ症に対する耐性があり、感染したとしても死に至っていないということなのだ。どうして耐性を持っていたのか分かっているの？その理由にはカエルツボカビの起源が関係していると考えられているのだ。カエルツボカビの起源は南アフリカに生息していたアフリカツメガエルが保有していたと考えられていた。そしてこれらが世界に広がったという説が有力説とされていたのだ。しかし日本の両生類はカエルツボカビ症によって個体数は減少していない。つまりカエルツボカビに対する耐性をすでに獲得していると考えられているのだ。どうして獲得しているのかよね。これは日本の両生類はカエルツボカビと長い付き合いがあることを暗示している。そこで日本あるいはアジアがカエルツボカビの起源なのではないかという説が浮上したのだ。その観点で調べてみたのね。すると実際に遺伝解析をして判明したのが、海外産のカエルツボカビよりも日本国内のカエルツボカビの方が遺伝的多様性が高いことなのだ。というと、つまりカエルツボカビの起源が日本であることを裏付ける事実と言える。現在もカエルツボカビの起源をめぐる研究は進んでいて、現時点では日本を含む東アジアがカエルツボカビの起源であるという説が有力になってきているのだ。耐性があるのも納得だわ。ここまで両生類について詳しく説明してきたが、最後に面白い特徴を持つ両生類を何種か紹介するのだ。面白い特徴。例えばタイで発見されたコラーとビッグマウスフロッグ。このカエルは牙を持つカエルとして知られている。牙を使って主に昆虫やカエルを捕食しているが、稀に鳥を襲うこともあるのだ。カエルが鳥を？実際にコラーとビッグマウスフロッグの糞から羽が見つかっているのだ。またオス同士は牙を使って逃走もする。他のオスと戦っておったと思われる傷跡が残った個体も見つかっているのだ。カエルに牙があるなんて想像もしたことなかったわ。他にはアマガエルもドキというカエルは体が透明なカエルとして知られている。内臓も外から見ることができて、心臓の鼓動も確認することができるのだ。わあ、それはぜひ見てみたい。皮膚の色を背景と似せることで捕食者から身を隠す両生類だけど、アマガエルもドキは透明化させることで身を隠しているのだ。その透明な体は卵と似ているため、産卵後はオスが卵と同化して卵を狙う敵のおとりとなる。もちろん敵に襲われたオスは反撃をして追い払うのだ。卵だと思って近づいたらいきなり攻撃されてびっくりして反撃できないわね。すごい作戦だわ。無足目としてアシナシイモリという両生類がいる。カエルやエモリのような四肢はなく、外見はほぼミミズだけど、これも立派な両生類なのだ。種としては200種近く確認されているのだ。
何とも言えない不思議な生物ね。水生の種もいるのだが、基本的にはミミズと同じく地中性なのだ。土や泥を掘り進み、ほとんどの時間を地中で過ごす。だから野生下で発見することは非常に困難なのだ。口には鋭い牙を持っている種も確認されていて、皮膚からは毒を分泌する。ミミズだと思って近づくと痛い目に遭いそうね。今回紹介したように、両生類は水中と陸上と両方で生息することができる。だから他の生物では見られない非常に面白い特徴を多く持っているのだ。やっぱり皮膚の色を変化させられるのが面白いわね。あと、とってもセンシティブなところとか。水中から陸上に進出した両生類は生物の進化の歴史上で重要な生物と言えるわね。その形態や生態から生物の進化の謎を解明することができるかもしれないのだ。両生類は本当に興味深い生物ね。調査が進んで新しい発見にも期待したいわ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。